シャア・アズナブル。かつての一連戦争時において赤い彗星と謳われたジオンのエースパイロット、後にクアトロ・バジーナとしてグリフス戦役を戦い長らく消息を絶っていたその男が再び歴史の表舞台へと姿を現した。宇宙世紀00922月22日、旧ネオジオン軍残党や反地球連邦組織と接触し新生ネオジオン軍を組織していたシャアは難民コロニーであるスイートウォーターを占拠、そこを拠点とし自らを総帥としてネオジオンの復活と同コロニーの地球連邦からの独立を全世界に対して表明する。後に言うスイートウォーター宣言である。これに対して地球連邦軍はシャアのネオジオンを過小評価し具体的な対策は講じなかった。いや、一部であるがシャアの危険性を見抜き動き出している部隊があった。ブライトノア大佐やアムロレイ大尉を中心とする外郭侵攻部隊ロンドベルである。この部隊は旧ネオジオンの残党の捜索と掃討を任務とした。だがスペースノイドの世論はすでに反地球連邦に傾いており、シャアを支持する民間人によってアムロたちはシャアの追跡を封じられてしまう。そして2ヶ月後の2月27日、ついにシャアは地球連邦政府に宣戦を布告。小惑星フィフスルナへと進軍を開始した。歴史は繰り返すのか。ネオジオンを迎え撃つべくフィフスルナへと向かったアムロは、そこで宿命のライバルと対峙することになる。かつては敵として、またある時は味方として戦った二人が今再び激突する。隕石の後先。
ままいいようにされてたまるか。するなを地球に落下するのを阻止できず、この一機も落とせないとは。このモビルスーツ、ガンダムに似ている。ということはパイロットはニュータイプか。貴様を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。ならこっちだって負けちゃいないはずだ。落ちろ。こいつ抵抗したら。
ヘクスルナオト氏の作戦はネオジオン軍として初めての艦隊戦であった。この作戦で諸君らの働きを見せてもらい感動している。しかしフィクスルナだけでは地球は浄化されない。今回の作戦の締めくくりとして追撃するロンドベルの艦隊に陽動をかけてもらう。単純な作戦ではあるが無事任務を果たしてスイートウォーターに祈祷してもらいたい。以上。Thank you.
怪我どころじゃ済まないぜ。こうなったら全力で行くだけだ。捕らえた。こんなところでやられるものか。当たったか。こちらがその気ならば遠慮しない。
一撃必殺というわけにはいかなくとも。修正急げ、一斉射撃だ。高熱源大接近、各機早急に対処してください。俺たちがやらなきゃ誰が後に続いてくれるというんだ。逃がしゃしないよ。We'll be right back.
らほら、ぼやぼやしてると落としちゃうよ。Thank you.
掃除してやるよ。
you